女の子にはね、母性本能っていうものがあるんですよ、皆さん。だからみんながね、うわ、まずった、恥ずかしいって思ったことが、もしかしたら女の人のね、母性本能っていうのに刺さるかもしれないんですよ。みんな母性本能くすぐらないで、ルシアだけにして。考えすぎ？考えすぎから、いや、みんなわかんすよ。そこがみんなダメだよ。ルシアちゃん、考えすぎだよって言ってる間に、そこの隙間から覗き込んでる女がいいんだって。気をつけるよ、みんな。何か大丈夫、大丈夫だよ。後ろ振り返って見てみろ。多分その頃には隠れてるけどさ、女どもかってさって、あ、いけない、ずって隠れてるけど、みんなのこと見てる女どもだっているわけよ。だから俺も出てるから危ねえなって思ってます。 で周りに人がいない。いやいやいや、どっかしら行くから。嫌われてるから、それは思い込みじゃ。いないいない、だー、何度言えば分かんな。あ、今日1回しか言ってない引きこもりだから、マジで周りに人いらんわ。いや、わかんない、君がちょっと外に出るかもしれないじゃん。コンビニに行ったらね、女の子と遭遇する。そして女の子が君を見るんだよ。これなんか素敵な人だな。それは怖いルシアちゃんしか勝たん。本当じゃ、すごくボンキュッボンでめちゃくちゃ可愛い子が、なーとか言ってきても、なーなー、君君って言ってきても行く。ちょ、寝素直すぎない？そのボンキュッボンで、なあなあ、キミキミなんて言ってくるのはろくなもんじゃねえぞ。わかった、喜んでつい、はあ、もう知らない。その後ね、へえ、ルシア聞いて聞いてって、もう知らないからね、ルシア。ボンキュッボンならついて、はあ、愚か、言葉失っちゃったよ、ルシア。今腹立つからフォロガイズしよう。わかった、そのボンキュッボンの女ども、なんて言うんだっけ、捜査、なんだっけ、みんな消滅的、捜査員、粉砕、あ、そう、殲滅するために、今からフォロガイズでかっこいいとこ見せるから、ちょっと待ってな。だ、触るのつってんだろかよ、マジでぶちのめすぞ、本当に本当に、もう殺しちゃうよ本当に。ねえ、ほーと時間が